はい、こんにちは。今日なんですけれども作戦ボードを使ってサッカーの戦術解説をやっていきたいと思います。で、このチャンネルはですね、サッカーをやっている方はもちろん、サッカー好きで見に行ってるけどルールとかよくわからない、あのシーンどうなってんだろうっていう方、サッカーの戦術を理解すると、まあ、サッカー IQ というものを高めると、サッカーをより深く面白く見ることができるので、まあ、マリサポのサッカー IQ を一気に上げていこうかなと思っています。今日のテーマなんですけれども、サッカー界のレジェンドミシェル・プラティニの名言で、サッカーはミスのスポーツです。全ての選手が完璧なプレーをしたらスコアは永遠に0対0ですという言葉があります。で、そこで考えました。 J1 開幕戦、横浜 F マリノス対ガンバ大阪の試合は1対2で負けてしまったんですが、この試合の2失点、ミスがなければ本当に防げたのかどうか、そしてミスがあった場合、どこにどの局面にミスがあったのかをちょっと探っていきたいと思います。今回は2失点目にフォーカスを当てて解説していくんですけれども、まあ、ダゾーンの公式映像を使うことはまだできないので、まあ、今回はリンクを貼っておきますので、マリノスのハイライト動画と J リーグ公式の引きの絵で2階席あたりから全体を映している動画を貼っておきますので、この動画を見た後に本当にその局面そういうミスがあったのかどうか確認をしてみてください。はい、で、2失点目のシーンなんですけれども、まあ、相手のコーナーキックの攻め、マリノスの守備からですね、まあ、ボール奪えそうなところ、井出口選手のバックパス、キーパー東口選手が裏に蹴り込んで、そこから失点するシーンなんですけれども、その時の、まあ、大体の配置がこんな感じになります。で、今回も荻原選手だけ持ってないので、マリノス家で代用させていただきます。で、ちょっとこの局面で変わっていたところ、いつもと違ってたところ、セットプレーの流れで、ティーラトン選手と松原選手、左右入れ替わっています。ここが結構大事なんですけれども、最終ライン、かなりガタガタでした。ティーラトン選手と伊藤選手、ここが少し下がってしまっていて、ラインが揃っていないです。まずここに一つミスがあると思います。ここ下がってしまっていることによって、オフサイドライン、ここになるので、完全にここにはスペースを作ってしまっています。チアゴ選手と荻原選手の裏のスペース、ここには完全にミスが一つあったと言えます。ただこの局面、まあ、確かにこのラインが揃っていないことは、まあ、守備の穴を作ってしまっている一つなんですけれども、ただ相手選手ここ戻りきれていなかったので、この 1,2,3,4,5 人の選手オフサイドなので、直接パスを出されてもここはピンチになりません。そしてこの試合の、まあ、この東口選手、ここにいる東口選手がこのスペースに長いボールを蹴ります。ボールがこう移動した時に、まずここでマリノスの選手はオフサイドだと主張しました。なぜかというと、まあ、5人も確かにオフサイドラインの外側、オフサイドの位置に選手がいたので、ここにパスが通ってもオフサイドだろうって思ったんですけれども、まあ、実際はここの選手ですね、東口選手がロングボールを蹴って、まあ、その瞬間マリノスの選手はオフサイドを主張して止まりました。その瞬間に倉田選手、自分はここにいてオフサイドではなかったので、こっから飛び出します。で、裏を取られてしまいました。この局面、どこが次は危ないか、選択肢が主に2つあると思います。1つは直接キーパーと1対1に持ち込んでシュートを打つ。で、もう1つが中へのクロス、サイドをえぐってクロスを上げる。まあ、実際のプレーもサイドをえぐってのクロスだったんですけれども、で、ここでどんなミスがあったから失点しているのか、オフサイドだと思って止まってしまったところに2つ目のミスがあります。この局面、ここにいる倉田選手が走り出しました。この局面、荻原選手とチアゴ選手はオフサイドだと勘違いしやすいです。なぜなら自分が最終ラインにいるはず、ここの他の選手も自分にライン合わせているはずという思い込みから、オフサイドだと勘違いしやすいです。ただこの局面、ここにいるティーラトン選手、自分のマークの倉田選手が走り出しているので、本来ティーラトン選手はオフサイドじゃないと判断できたはずです。このシーンもその辺で言うと判断のところでミスがあったかなと思います。はい、で、このシーン、倉田選手に裏を取られてしまいました。で、そこでオフサイドがないと真っ先に気づいたのが伊藤選手です。伊藤選手、まずダッシュを始めます。その次に荻原選手、チアゴ選手、松原選手、この辺がほぼ同時にオフサイドじゃなかったと気づいて走り出します。そしてチアゴ選手はここに戻ります。荻原選手はここからここにダッシュで戻ります。ボールを蹴られた瞬間、ここのガンバの2人の選手が、まあ、若干動きを変えて、こっちの選手が中に入っていきます。ここは伊藤選手がしっかりマークしてケア。
で、この2人目の選手が膨らんで入ってくるところ、これはスプリントで戻った松原選手がしっかりケアをしています。はい、そして最終的に倉田選手ドリブルで持ち込んで、ここにパスを出して、ここでこう合わされてゴールを決められてしまうんですけれども、最後ここの選手に誰がアプローチを行ったか、まあほぼフリーで打たれてしまっているんですけど、誰が必死に戻っていたかというと、ここにいた木田選手が最後アプローチしています。このアプローチ行ってたかというと、まあ、後ろから追いかけてまだ距離は3メートル5メートルあるぐらいのところまでしか戻れていませんでした。で、この時のミス、何がミスなのか解説していきたいと思います。大体の位置がこんな感じになると思うんですけれども、サッカーの守備の場合、ボールを持ってない人、マークする人とかはスペースを消す必要が出てきます。スペースを消すのは何かというと、まあクロスの時もちろん、この局面で言えばここに真ん中の人に出すと、パスを出すと、まあ一番決めやすいです、ゴール正面ドフリーなので、まずはここのスペースを消したい、ゴール正面のスペースを消したい、もう一個クロスを上げるスペースコースを消したい、クロスが通らないようにボールが通るコースを消したいってなっていった時に、ゴール前は消せたけど、次こうやってスペースを消していくんですけれども、まあゴール前の一番危険なスペースを消しました。で、その次2番目に危険なところどこかな、まあペナルティエリアの入るか入らないかぐらいのところ、この局面で言うと次はその辺が危険になってきます。倉田選手のシュート、一番いいところへのクロスはもうチアゴ選手が消せてます。ここまで戻って大木原選手の後ろのスペースに出されてしまっているので、次大きくこのスペースを次誰が消すのか、まあ、この局面、まあ、明らかに、まあ、答えから先に言いますと、ティーラトン選手が気づくスプリントで戻るという作業を怠りました。この失点の最大のミスはそこだと思っています。まあ後で映像を見てもらえば分かるんですけれども、ティーラトン選手、みんながスプリントを始めてからスプリントに入るまでの時間がすごくかかっています。この局面のこの失点だけで言えば、ここからのスプリント、1番目に危険なゴール前、2番目に危険なゴールからちょっと離れたところ、ここまでスプリントで戻ることは確実にできたはずです。伊藤選手が真っ先に危険だと、裏取られてると言ってスプリントで戻ります、ダッシュで戻ります。そこに気づいた大木原選手、チアゴ選手、松原選手、このタイミングでティーラトン選手気づけていたら間に合ったのではないかなと、ティーラトン選手が真っ先に気づいてスプリントで戻っていたらこの失点防げたのではないかという仮説なんですけれども、まあ、まず第一に、ここ裏蹴られた時、自分のマーク、自分の目の前にいる選手、絶対オフサイドじゃない選手が走り出しているので、まあ、一番気づきやすかったというところで一つ、あとはボールを蹴られた時、木田選手とティーラトン選手、ここ多分5メートルから10メーターはないかな、まあ、結構な距離があったんです。この2人はほぼ同時ぐらいに守備へ走って戻ります。で、木田選手はスプリント、ティーラトン選手はジョギングからのスプリント、これ最終的にこの2人の距離が 2,3 メートルなんです。いかに真剣に戻れたか、木田選手がおそらく真剣に戻ってはいるけど、ここのピンチに気づけていないというミスがあったのではないかなと。サッカーの攻撃は、まあ、こういう一つ目の選択肢、二つ目の選択肢、三つ目の選択肢と、こう相手がどこまで防いでくるかで攻撃のバリエーションを増やしていくと、こうやって得点ができるので、まあ、ガンバはすごい倉田選手自分で行くっていう判断もあったと思いますし、次はゴールの真ん前にクロス、マリノスの選手がそこをしっかり抑えてきたから、次は空いているここにクロス、まあ、もしここも塞がれていた場合、遅らせてゲーム攻撃を作り直すとか、そういう風に次々とやっていたと思うんですけど、守備はそこを一個一個消していく、事前に消していくっていうところをしていかなきゃいけないので、まあ、苦しいんですけど、ティーラトン選手、ここちょっとスプリント足りなかったんじゃないかなというところが、この失点のミスだと思います。ということで、まあ、プラティニさんが言っていたミスがなければスコアは0対0、まあ、失点しない、ミスしなければ失点はしないっていうことは、今回その説は成立したのではないかなと思いました。まあ、今回はちょっとマリノスの失点のシーンなので、まあ、マリノスの選手誰かがミスしているという仮説のもと話していたので、ちょっと心の痛む動画になってしまったかもしれませんが、まあ、このシーンで象徴的だったのは
まあ、木田選手スプリントで戻ってます。これ合わされて失点するんですけど、もう合わされた後もスプリントの勢いがすごいので止まれずに数メートル進むんですけれども、まあ、ティーラトン選手はちょっと止まっちゃう。ティーラトン選手を追い越して進んでいく、その本気で戻っていたっていう木田選手の人柄が垣間見れるシーンでもありました。まあ、今後7月4日から J リーグ再開になるので、マリノスのゴールシーンやうまく崩せたシーンの解説なんかもやっていきたいと思いますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。では最後まで見てくれてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。